守護者、人間よ。メイドの土産に教えてやろう。神殿レイダメタス、死者の魂を糧としている。地上を焼き尽くし、死んでいった者の魂を吸収し、力を蓄えているのだ。いずれ力を満たしたレイダメタス、我らの王を生み出す。その時、世界は暗黒の時代を迎えるであろう。人間よ、世界を救うなどというくだらぬ希望に己の命を懸けたことを後悔するがいい。希望、そうだ、希望だ。希望になら僕の命を懸けられる。守護者さん、ヤブヘビだったね。逆にすべきこと見えてきちゃった。とかいう魔法使いと同じように、貴様は我が灼熱の炎で魂もろとも焼き尽くしてやろう。貴様らのくだらぬ希望ごと灰にしてくれる。強くする。
我が人間ごときに破れるとは、貴様は一体。だが手遅れだったな、人間よ。神殿レイダメテスは地上を焼き尽くし、すでに十分な量の死者の魂を吸収した。先の世に運命づけられたのだ。間に合ってよかった。君たちがレイダメテスに行っている間にガミルゴの継承の儀を終わらせてきたんだ。とうとうやったんだな。あ、雨だ。見ろよ、すごい出迎えだ。いつかは疑ったけど、今なら信じられる。君は本当に未来から。未来から、いけない。
坊ちゃん大丈夫ですか？カイ、あ、もう大丈夫だよ。レイダメテスは海に沈みました。やりましたね、エルジュ。ヒメアとガルミーも皆戻ったか。お前がレイダメテスへ飛び立った後、エルジュが私の元に来たんだ。エルジュはレイダメテスの中に入ったお前たちを助けるために継承の木を受け、ハジャブネの術を継承したいと言った。未来を開くためレイダメテスの中に入った人間とエルフとオーガのために、そしてそのために深く頭を下げ、私に生涯の復讐を誓ったのだ。そのエルジュの姿は、助け合い信頼し合うお前たちを見て私もようやく目が覚めた。人間だけが生き残ればいいのではない、我らは種族を超えて手を取り合い危機と戦わねばならなかったのだ。私はお前たちにかけることにした。そしてエルジの継承の義のためにオーガに城を返還すると決めたのだ。それでシオドア様と坊ちゃんを先頭に荒野の集落までみんなで行って、そりゃもう大騒ぎだったんですよ。あん時は人間たちが先手を打って攻め込んできたのかと思ったぜ。それで俺はエルジュに継承の儀をしてやったんだが、そこから先根性を見せたのはエルジュ自身だぜ。アジャブネ氏の血は伊達じゃないってところを見せてもらった。ベルグハルトのやつもきっと空の上で喜んでるだろうぜ。少しは勉強に。なんだお前、顔つきが変わったな。いっつも拗ねたみたいな顔してやがったのが、今はキラッキラしてるぜ。あのさパパ、今まで息苦しくて、だから目と耳を塞いでパパの言葉だけ聞いてた。でもヒミアが、エルジが苦しくない未来を見せてくれた。だから僕、自分の足で初めて全力で走り切れたんだ。そうかそうか、よかったな、いい友達ができて。お別れを言いに参りました。私たちエルフはエルトナ大陸へ戻ります。また会えたらいいですね。姫は立派に役目を果たしましたね。エルジュさん、そしてガルミ、私を信じてくれてありがとう。姫は、このお札返す。ううん、持ってて。それがあればいつでもお話できるの。ヒメア！あ、僕も思ったままでいいのかな。もっとけ！もちろん。海に沈んだ太陽、レイダメテス、あの正体が何であったのかは私にも分かりません。ただ大いなる闇が見えます。これはまだ終わりではなく始まり。私はそんな気がしてならないのです。
私もフクランド大陸に戻る。君たちのことは死に残し語り継ごう。何十年何百年後までも。なぜだろうな、君とは不思議な運命を感じるんだ。またどこかで会える気がするよ。話したいことがあるんだ。後で僕の部屋まで来てくれないか。父さんができなかったことをあの人が成し遂げてくれたよ。なんだよ、もう来てたのか。ちぇ、嫌なとこ見られたな。まあいいや。改めてお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。僕はこれまで誇りという言葉の意味を理解していなかった気がするんだ。本当の誇りとは頭を下げて失われるようなものじゃない。人に笑われて傷つくものでもない。誇りとは何かを信じ通す力なんだ。僕は君を信じたから何も怖くなかった。頭を下げることも人に笑われることもどうでもよかった。なあ、君はハジャブネの術を途絶えさせないようにしてほしいと言っていたな。いつかは疑ってしまったけど、今は信じるよ。君が500年先の未来から来たってことを。これは終わりではなく始まり。エルフのヤクルはそう言っていた。君の生きる時代、500年後の世界でハジャブネの術が必要になる何かが起きるんだろう。約束するよ、ハジャブネの術は子々孫孫まで受け継いで必ず君の時代へ届けてみせる。君と僕はずっと友達だ。何かあったら時を超えてでも助けに行くからな。
少年が術の継承に苦戦していたというのじゃな。そこで術の継承を手助けし、ハジャブネを現代まで途絶えさせないようその少年と約束してきたというわけか。ついでに最悪の源を海に落としてきたというか。お主はあっぱれな男じゃの。よし、とにかくこれでハジャブネの術が復活しているかもしれん。早速ハジャブネ使いの末裔を訪ね、お主と少年の約束通り術が継承されたかその目で確かめてくるがよい。よもや忘れておるまいな、アジャブネ使いの末裔はグレン城の城下町に住むフルッカという魔法使いじゃ。まもなくグレン城、グレン城、箱舟から降りた際は押し合わず前の方から順にお降りください。ちょうどグレン城下町駅に着くわい。それではフルッカの家でまた会おうぞ。ここはフルッカおばちゃんのお家よ。フィフィ、また修行を放り出して本ばかり読んで。あら、あなたは。まさか。失礼ですが、あなたは。ああ、やはり。ついにハジャブネ氏の悲願が果たされる時が来たのですね。またエルジュ様の話？あれっておとぎ話でしょう。おとぎ話のように聞かせてたけどね、あれは本当にあった話なの。この方こそ私たちが待ち望んでいた人。へえ、すごーい。もう、あの子は私の目、フィフィ、次の継承者にと考えておりますの。秘めた力は歴代ハジャブネ氏の中でもずば抜けているんですが、ただご覧の通り。なんでですかね、やる気が全然なくて、なんでもすぐ無駄だって。せっかくハジャブネ氏の一族はあなたのことを語り継ぎ、悠久の時の中でその到着を心待ちにしていましたのに。そう、ずっとお待ちしておりました。この世に大いなる闇が生まれし時、一人の旅人がハジャブネの術を求め我ら一族の前に現れる。その時が来るまで絶対にハジャブネの術を絶やしてはいけない。フソエルジュより500年、
はじゃぶね氏は代々その言いつけを守ってまいりました。そして今から数ヶ月前、東の海より大いなる闇、冥王の心臓が誕生する様をこの目で見たとき確信したのです。あなた様を冥王のもとまで運ぶはじゃぶね氏に私が選ばれたのだと。私はこれより冥王の心臓のあるランドン山脈山頂へ向かい、あなた様の到着を待っております。よくぞやってくれたの。お主の働きでハジャブネの術は無事継承され、あの物草だったフルッカも見違えるような魔人間になったわい。ハジャブネで冥王の心臓へ行けるか、まずそれを確かめるのじゃ。さ、行くがよい。ランドン山脈の山頂でフルッカがお主を待っておる。頼んだぞ。わしはお主の力を信じておるからな。それでは参りましょう。いかがです？なかなかモダンな趣でございましょう。あら、ずいぶんと不安げなご様子ですこと。でもこのスワンちゃんが最高のハジャブネだとすぐにお分かりに。何やっても無駄だっていつも言ってるのに。おとぎ話はおとぎ話、おとぎ話は現実でないから楽しいの。申し訳ございません。冥王の心臓の放つ邪悪な力が予想よりはるかに強くなっていたようです。あのハジャブネは私の全力でした。誠に申し訳ありませんが、私の作るハジャブネでは冥王の心臓へたどり着けません。だから無駄なのよ。もう何やってもおとぎ話は現実と違うから素敵なのよ。所詮現実なんてこんなものよね。なんだとこのガキ。ヒューザさん、まあまあ。あれ、そういえばその本お気に入りなの？そのタイトル、昔の勇者の話？おとぎ話よ。そう、作り話。何にせよこうなったらフィーフィの修行を終わらせ、彼女にハジャブネを作ってもらうしか。あの子の才能は以前申した通りずば抜けています。何を隠そう、
今でも私よりは上。でもあの様子じゃ修行をやる気なんぞ全くないんじゃないですか。なかなか見どころのあるポンコツ娘ですね。大丈夫じゃ、あの子も胸の内はそうホットじゃよ。あの子は信じておらんのじゃなく信じさせてほしいだけなんじゃ。あと何か一押しだと思うんじゃがな。はん、言ってることがよくわかんねえな。ところでお主、まだキーエンブレムを全部集めておらぬな。フィーフィのことは一旦わしらに任せて、お主らは来たるべき決戦に備えさらに力をつけてくるがよかろう。その本面白い？うん、まあまあね。バカみたいにご都合主義でお気軽に読めるわ。でも勇者っていろんな困難を超えるんでしょ？ご都合主義なのかな。最後には必ずうまくいくでしょ。そんな都合がいいことなんてあるわけないじゃない。小さい頃はワクワクしてた。フソエルジュと仲間たちとの友情に、それが起こした奇跡に熱くなった。自分もそうありたいと思った。でもね、全部作り話なの。望めば叶うなんて無理でしょ。常識的に考えて、術って冷静に合理的に組み立てるの。あるのは自分の能力と使いこなす技術。願いとか希望なんかじゃ何もできないの。それは願ったから、そうしたいから頑張って修行できるんじゃないかな。最後にはうまくいくじゃなくて、うまくいくように歯を食いしばってできるまでやったんじゃないかな。それでもできなかったら？できなかったらどうするの？無理よ、無理無理。歴代最強とか天才とか言われてるこの私が、もしできなかったらもうおしまいじゃない。私はできると思うな。いい加減なこと言わないで。あなたに何ができるっていうの？じゃあこうしよう。私たちこれから五大陸の町全部のキーエンブレムを集めてくるわ。は？一つだけでももらうのが大変なものよ。うん、だけどさ、私たちはそれをできるって信じてる。それを見せてあげる。無理に決まってる。無理っぽいよね。だからさ、できたら、できるのを見てて。できないのを見ててあげるわ。